大丈夫、うん、大丈夫。さあ始まりました、少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。今日はお酒を飲んで飲まれて違うでしょ聞き酒やってみたーい。というわけでですね、今回は二人で聞き酒をやってみたいと思いまーす。で、僕は聞きビール、翔ちゃんは聞きレモンサワーね、はい、やっていきたいと思います、うん、まあ知ってる方は知っている、初めましての方は知らないと思うんですけれども、うん、僕が大のビールと翔ちゃんがレモンサワーが大好きなんだよね、うん、でいつも動画の中でも飲んでるんですけれども、うん、で結構要望が多かったやつで、うんうん、じゃあ実際いつも飲んでるお酒と違うやつを飲んだ時は違いがわかるんですかみたいな、ちょっと調子炎上が多いのでそんなんわかるわみたいな、多分ねわかると思うので、わかると思う。今回やってみたいと思います。はいはい、ひょにょ。じゃあ準備しますか。はい、イエーイ。まずビールからやっていきたいと思います。はい、イエーイ。まず横から5種類、あ、10になった準備しました。まず いつも飲んでる金麦、うん、次プレゼントでいただいた恵比寿、うん、次、うん、札幌黒ラベル、うん、キリン一番絞り、はい、朝日スーパードライ、はい、はい、この5種類でございます。はい、どれがどれってわかるの？どれがどれ？金麦を当てるってことにする？それともどれがどれっていうの？どれがどれにする？すごいな。多分ね、どれがどれでもいける気がする俺は。オッケー。うん。じゃあちょっと待って。うん。いつも飲んでる金麦は絶対わかると思うんだよな。ひょにょ。はい、どうぞ。はい。はい。いやー、一緒。一緒なの。色が全部一緒。そうなの。じゃあちょっと、うん、どうぞ。こっち側からいこうかな、そしたら。うん。わからんな。一番左から、うん、いきたいと思います。おーい。うん。うん。うん。これ順番も順々行った方がいいよね。うん。二つ目。はーい。はい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 。はい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 。三つ目。うん。うん。うん、じゃあ四つ目。うん。急に帽子かぶってきたけど。暑いからさ。うん。五つ目。はい。はいはい。はい。じゃあ、どうする？本命から聞く？わかったやつからさ。あ、オッケー。あ、待って待って。多分、うん。これは、うん。金麦。これ金麦でしょ？はいはい、で、これがね、スーパードライだと思う。はははで、うん、ちょっと待って。これが、札幌黒ラベル。はいはい、一番絞り、うん、エビスです。うん。じゃあまず、これ本命の金麦ね。うん、これ金麦。これ絶対金麦だと思う。正解は、はい。終了。正解は、はい。じゃん。イエーイ、すごい。いや、飲み慣れた味だもん。うん。うん。次が、これ、エビスだと思う。エビス。エビス。じゃあ行きますよ。はい。せーの。はっ、あ、うん、違うんだ。あー。続いて。はい。あれ、これが黒ラベルだ。黒ラベル。せーの。はい。あー。正解でーす。当たった。当たりましたね。次が、これが俺スーパードライって言ったから、これ違うから、うん、これが、もしエビスだったら、うん、スーパードライとエビスが間違っただけって感じだよね。いい？お願いします。じゃん。あー。なるほど。で、最後が、一番絞りでした。あ、でもさ、3つ当てたら、うん、すごいよね。そうだね。まあ、高評価。うん。うん、高評価。ね。うん、いや、本当にね、金麦はいつも飲んでるから、もうこれはすぐ分かったの。うん、で、黒ラベルも、なんか昔好きで、うん、はいはいはい、飲んでた時期があって、うん、これもなんか飲み慣れた味だからすぐ分かったのね。うんうんうん、スーパードライはね、これスーパードライだと思ったんだけどな、うん、難しい、はい。そうだね。うん。じゃあ続いて。はい。ひょにょ。うんうんうん。じゃあ、翔ちゃんのために準備したレモンサワーはこの4つでーす。はい、まず、うん、左から。いつも飲んでる。
氷結とレモン堂、うん、次がこれもまあたまに飲んでるレモンサワーでしょ、うん、でその次もこれまあこれも飲んでる、うん、ストロングゼロ、ストロングゼロ、そう、でもねあれなんよ、度数がさ結構こっち側は強いから、あそうだね、まあ多分ね全部わかると思う、俺も全部当てられると思います、度数の違いで、うん、いやでも大丈夫、ちょっとここら辺がちょっとごっちゃなるかもしれない、うんうん、でも大丈夫だと思う、全クリしますね、はい、はい、じゃあちょっと準備していきたいと思います、思いまーす。はい、いいよ、翔ちゃん。若干色がね。ほう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 。うん。はいはいはい。オッケー。うん。じゃあ、いきますよ。お願いします。緊張するな、なんか。さあ、1個目。うん。オッケー。おぉ、早いね。2つ目。あ、美味しい。はいはい。あれちょっと待ってあれいいよゆっくり、やばいちょっとまひってるなまひってる、終了、あれちょっと待って、嘘、物は覚えてるよね、うん、氷結、ストロングゼロ、レモンド、うん、居酒屋のレモンド。一回でよかったわ。混ぜたら分かんなくなった。うん、分かんなくなったけど、うん、ちょっと待って、一個ずつ言っていくじゃん。うん、いいよ。分かんなくなっちゃった。とりあえず、これはこれって、なんかもう、完全に一致してるものとかある？やばい。本当に分かんないかもしれない。どうしよう。なんかチョコレートください。ひょうにょう。オッケー、うん、いい？一個ずつやっていく、うん、あのレモンサワーって書いてある青いレモンサワーね、はいはいはい、これ氷結、あ氷結、うん、レモンド、ストロング、ストロング、はい、はい、お願いします、じゃあ答え合わせをいきたいと思います、はい、じゃあ最初に言った一番右のやつ、うん、正解はじゃじゃん、レモンドまず、1個目外しました。はい、次。じゃあ、これ、隣。なんだ、いきたいと思います。でれん、お、氷結、当たり正解、まあ、これはね。うん。じゃあ、次、これね。うん。これが、でれん、ストロングゼロ、あ、外れか。外れ。で、最後が、レモンサワーでした。こだわり酒場、レモンサワー。まあ、いつも飲んでる氷結は当てたね。そうだね。うん。悔しいなぁ。同じコップに入ってるとさ、もうほんとわかんなくなるね。うん。はい、氷結ですね。美味しい。ということは、ひとうちゃん、一問正解。マジか、全然ダメだなぁ。絶対わかると思ってたのに、ショックだわぁ。おいおい、俺の勝ちー、あーイェーイ、終了。でもさ、うん、すきっぱらにさ、うん、結構飲んだからさ、うん、なんかいっぱらって。いっぱらっちゃうよ、ほんとに。あ、うん。あ、違うね。なんかもう、翔ちゃん顔が酔っ払ってきてるんだけど。大丈夫？大丈夫？うん。まあまあ、今からね、うん、ご飯食べようぜ、うん、はい、はい、というわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思いまーす。いや、聞き分け難しかったね、うん、難しかった、いや全部当てられると思ったんだけどな、うん、俺も当てられると思った、うん、あと最後ね、翔ちゃんが酔っ払って、うん、もう今も酔っ払ってるけど、うんはい、というわけで一緒に聞き酒がしたいっていう方は、チャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまたー。